金森合金の高下ひろ子と申します。1714年から伝統的な砂型鋳造を続けている鋳物会社で24代目として頑張っています。今日はよろしくお願いいたします。ここが、砂型鋳造の、商品を作っている鋳物工場です。昭和40年ぐらいから使っているのでもうかなり長らく年季のある工場になっています。砂型鋳造っていうのは簡単に言うと、砂で製品の形を取って上型下型を重ね合わせて隙間に金属を流し込むと商品が出来上がるっていうような工程になってます。銅の場合は1200度で金属流し込んで、アルミの場合は800度で流し込んで製品が出来上がります。建設関連のもので、道路の側面にはめ込むようなものとか結構いろんなものがありますね。本当分野は非常に幅広いですね。1200度の金属をこう流している時に綺麗だと思ったりとか、その金属の塊がピンクゴールドみたいな色味だったのですっごい可愛いなって話風に思って、それを職人さんに話してたら、職人さんは何も分かっちゃいないな、お姉ちゃんは何も分かっていないみたいな感じの言われ方をするんですよ。最初はもう本当に高下さんってこう呼ばれず、お姉ちゃんって呼ばれてました。でも今はそれ撤回されましたね。高下さんって言われるので、でも金属は私今でも綺麗だと思いますけどね。これがカマハチというブランドで今提案している商品たちです。江戸時代にやっぱ生活の中で使えるものを作って生活に役立ってたっていうその思いをやっぱこう残していきたいなっていうところ で昔の屋号と家紋を復活させて、カマハチっていうブランドを作りました。これは針のない剣山という銅合金で花を長持ちさせながら簡単に花を自宅で楽しめるっていう商品です。茎を針のない剣山の穴にグッと差し込みます。以上、非常に簡単なんです。コロナ禍始まったっていうぐらいでこう家の中でちょっとこう花を飾りたかったんですけど、子供が小さいのでやっぱ小さくてコンパクトで倒れても危険じゃなくて、簡単にその自宅の中でなんか花を楽しめるものを作りたいなっていうところで、もうどうであれば抗菌効果ですし、アルミであればその熱伝導がいいってことですとか、その食品衛生法をクリアしていることですとか、その商品開発をするときに大事にしているのは各そういう素材の機能性ですね。ここで撮影させてもらいたいなと、はい、ちょっと雰囲気も一緒に撮っても大丈夫ですかね。はい、チーズケーキってやっぱり全く洋のものなんですけれども、その大元に実は私たち米麹を加えて、それで和の発酵食品と洋の発酵食品が出会ってこういったスイーツができてるんですよね。僕たちやっぱり単体では食卓になれないので、そこに素敵な器があって、そこを彩る空間があって、一緒に召し上がる方がいて、それで初めて成り立つ美味しさってきっとあると思いますので、そのところの一つの支えになれたらなというふうに思います。
古きを残しながらこう新しく変えていくっていうその思いが浩平さんもすごく強くて、そういうなんかメンバーがやっぱ増えてくると、つながりが増えてくるとなんかいいなって思いますね、これから。はい、せーの、コーゲリリです。言いませんでした、コーゲリリです。4歳です。なんか子供が小さい時からその美味しそうだね、そのものづくりっていうこととか、いろんなことをこう体感していってもらいたいなっていうところがあって、で積極的にこういろんなところに連れて行って行ってるっていうところはあります。リーポー、会社楽しい？あ、ここにいるの父です。私は、70をめどに、現役じゃないですけど代表を降りようかなと思ってそれ今初めて聞いたんですけどそれ今初めて聞きました。同業のそういうところとも競争しなきゃいけないっていう、やはり難しい時代に入ってきてると思います。今の体力のある間に娘が入って新しい分野を進出するっていうのはいい時期っていうか、少し遅いぐらいですけど、とにかく間に合ったっていう感じですね。308年やってきたその砂形鋳造の中で、やっぱ何をこう伝えていかなきゃいけないのかっていうのはずっとこう思いながら、それを私のできる範囲の力で伝えていけたらいいなっていうのは思います。あ、こんにちは、金森合金の高木です。こう経年変化が進むと、やはり一番女性でも男性でも使いやすいということで人気があります。やっぱりネットとかフルに活用して SNS とかやっぱ活用してしていかないと淘汰されると思いますので、やっぱ新しいことをして違いを生み出さないといけないかなっていうことは思いますので、これからもどんどん挑戦していってもらいたいなと思ってます。現場の方にもちょくちょく顔を出してくれて、一緒に案を出してくれるので頼もしいですね。楽しみたいなってやっぱ最近思いました。なんかみんなで楽しみながらその鋳造を続けていって、金沢にも鋳物会社っていうのはあるんだよっていうことをやっぱたくさんの人に知ってもらえたらいいなっていうのは思います。